はい、2本目です。まあなんか瞑想してるっぽいので紹介しようかなって思ったんですけど、はい、一時期話題になってたやつ、インドネシアの高速鉄道を日本が受注するか中国が受注するかって話ね。で、コストと、債務負担、債務支援、ね、資金支援を元にして、中国が持ってったわけだけれども、もうとっくに開通してていい話なんだね、うん、ところがなかなか進んでないらしい。まあらしいなっちゃらしいよね、うん、まあ なんつうのかな、こう債務のね罠にはめてうまいこと出来上がれば今度担保でぶん取ってっていうことをやればやるのが狙いだったんだろうけど、完成しなきゃね、あの資産としての価値ないしさ。でも自己資金でインドネシアのが一回は作ってくれないとぶん取ることもできないじゃんね。てかあの基本的に工事は観光しないと、なかなか利益になりませんので、はい、開通しないとなかなか利益になりませんのでねって言ったね。まあなんというかな、こう他のところでも中国が港を租借したりとかね、こんなのが結構起きてきているよね。はい、まあ中国をそういうのねやり方をさ、まあ、批判はしたいけど別にそれはそれでさ、ハマる方が悪いんじゃねって個人的には思うけどね。ね、ちゃんと契約書は次から次まで読んだ方がいいと思うぞと私などは思いますよね。はい、ね、てか地獄のなんだろう、経済規模に見合わないものを作ってしまったからなんだとは思うけど、逆にその安すぎることに、ただより高いものはないじゃないけど、ただじゃなかったんだろうけど、壮絶に安いものにはやっぱり裏がある、うまい話には裏があるってわけでございますよ。っていうのを、まあ、インドネシアにここでさ、ここからインドネシアに行ったってさ、聞こえちゃいねえだろうから、別にいいんだけどね、はい。で、実際、インドネシア政府はどうするんだろうなと思ってまして、まあ、なんだろう、いっときだから、逆に日本に戻そうかみたいな話も言ったり出たんだけど、まあ、今更ね、一回決まりかけたのをお前裏切ったんだから知らねえよって、日本は当然言うわけでありますし、そうね、いい例が台湾かな、台湾の高速鉄道も、あれをね、途中まで日本がやってたんだけど、割り込んできて、結局、レールはフランス、車両日本みたいな状態になってて、運用方法がわけわかめになってて、JR 東海がさじ投げたっていう経緯があったりしますね。はい。ね、やっぱね、パッケージとして一つのところに頼っとかないと、その辺はね、うまくいかないっていうのはね、特に自国でメンテできないし、管理しきれないんだろうからっていうところだと思いますね。まあ、それにね、言うたら悪いよ。まあ、台湾もそうだし、インドネシアもそうなんだけど、おそらく、クブクリン、採算が取れない。はい。台湾も、高速鉄道を走ってるんですけど、あまりにもクソ高すぎて、あまり乗ってないらしいね。はい。ね。まあ、日本でも山積の料金高いって言うけど、そんな日じゃないらしいよね。素晴らしいじゃないな。たまらんね。うん。それでも、利益が出ないから、まあ、台湾のネタしていけないけど、ね、結局、こう、債権を持ってる連中にぶっ取られてしまうというところになるんだろうなと思いますよね。はい。何事も計画が大事ってやつだけど、まあ、そんなこと言い出すと、リニア中央新幹線ってどうなんだ、我が国っていうところが実はあるんだけどさ、はい、静岡とか静岡ね、まあ、あんまり言うと怒られるけど、静岡県民にさ、はい。あれももうなんか、化けの皮剥がれてきたよね。大井川実は関係なかったみたいな話が出てきてますよね。はい。とっとと、はい、開通させろやって思うんだけど、あれもね、開通してクソ高い料金設定されたら、ね、結局東海道新幹線に流れるだけじゃねって、個人的には思うんだけど、まあ、ね、今、線路容量が逼迫してるから、これ以上増やせないから、中央新幹線を作るんだろうからね、東海としては。はい。またドル箱に、リアルで東海道新幹線のごとくドル箱にできるのか、そしてインドネシアの高速鉄道もまたドル箱としてちゃんと機能するのか、ね、結局中国に分取れることになるのか、はい、これからの動きが目が離せないかなと思っておりますね、はい、で中国経済もね、なかなかよろしくないことが見えてきてますので、少しでも外貨を稼がなきゃいけないんでございますが、結局これもやはり利益が出るまでには時間かかるはずのものなんでね、はい、権利だけ分取ったところで、そこで利益を出そうと思うと時間はかかるものなんですけどね、果たしてそれを習近平は待てるのだろうか、はい、まあ
機能してくれるんでね、はい、おっと、骨が折れました、失礼しました、はい、ね、ということでございます、はい、インドネシアの高速鉄道が無事に完成して、乗りには行かないけど、はい、乗りには行かないし、行けないけど、はい、して、動画、まあね、あの鉄道、乗り鉄の人たちの、素晴らしい動画が上がってくれることを願って、ここは締めようと思います。ありがとうございました。